ピクシーは、イングランドのコーンウォールなど南西部諸州の民間伝承に登場する妖精の一種である。普段は透明で、人間には見えないが、頭に四葉のクローバーを乗せると姿を見られるようになる。身長20センチメートルほどの小人で、赤い髪の毛、上に沿った花をしている。闇でも光る目、青白い顔、尖った耳、緑色の服を着。 さきの尖ったナイトキャップをかぶっているとも言われる。貧しい者の,のために仕事をし、ボール一杯のクリーム、リンゴ一個をごちそうになることもある。怠け者を見つけるとつねったり、ポルターガイスト現象を起こして懲らしめる。また、一晩十里を描いて、馬を乗り回しガリトラップと呼ばれる妖精の輪を作ることもある。翌朝馬の縦紙と大結び馬を返すという、古代の塚や、 ストーンサークル、洞窟などに住み、夜になると、森の中でダンスするという。彼らの踊りに出くわした旅人は皆一緒に踊らされ、時間の観念をなくしてしまうという。そうならないための妖精よけの方法は上着を裏返しに着ることである。また、旅人を惑わせ、迷わせくたくたに疲れさせるいたずらも行う。また、人間の子供を盗んだり、取り替え子を行うという。 そうならないため、ビクトリア朝時代までさらわれぬように赤ん坊をベビーベッドにくくりつける風習の地方もあったという。洗礼を受けずに死んだ子供の魂が化身した存在だと言われており、直接人目につく場所には出てこないが、人間と様々な点で共生関係にある存在である。自身に恵みを与えたものには正しく報いるという。基本的には人間にいたずらをするのが好き。 ピクシーの語源は、いたずら好きな妖精のパックに、相性語微細がついた、パクシー。ありがとうございます。